朝ごはんです。美味しそう。お昼ごはんです。唯一ずっと我慢してたことがあって、ちょっと頭が痛かったんですけど、12日目の夕方ぐらいからかな、起き上がると結構頭がしんどくなってきて、なかなか起き上がってるのが持たなかったんですけど、今日になってちょっとだんだん辛くなってきて、起き上がるのが本当若干気持ち悪くなってきて、何かね、頭思いっきり殴られたような痛みが続いてたので、しばらく無理せず横になることにしました。本当は今日から息子と同室で夜も頑張ろうと思ってたんですけど、ちょっと難しそうです。どうやら帝王切開の麻酔の影響でこういう症状が見られるみたいです。起き上がると痛くなって、横になってるとちょっと軽減するっていう症状が多いみたいで、まさにそれなので、数日続く人もいれば数週間続いちゃう人もいるみたいで、あまりにも辛くなったって食欲がなくなっちゃってます。帝王切開にはこういう参考の傷の痛みだけではない症状があるので、やっぱり大変です。腕が張ってきて母乳が出てしまって辛いので、授乳だけは頑張ろうかなと思ってます。休みます。夜ご飯です。すごい美味しそう。いただきます。リャン君、飲みますか？寝てましょう。リャン君、昨日と今日とで明日もう退院になっちゃうんですけど、ちょっと頭が痛すぎて息子とは一緒の部屋に入れてないんですけど、しばらくずっと横になってで起き上がって、30分とか少しの時間であれば頭が痛くないので、その間にご飯を食べちゃおうっていう感じです。ここの病院は本当にご飯が美味しい。一昨日から母乳をやり始めて、今日初めて搾乳器を使いました。やっぱり起き上がって母乳をあげるのがちょっと体調的にきついので、搾乳器で絞ったものをあげるっていうやり方でやってもらってます。で、足りない分はミルクで補ってっていう感じです。ここの助産師さんすごい優しいから、体調悪かったらもう一日中預かってくれて全部やってくれます。今日の夜は旦那も来てお祝いディナーです。私が泊まってるプランはお祝い膳がつきます、旦那と2人分。ここは本当に妊婦に優しくて、で入院グッズのなんか動画作ろうかなと思ったんだけど、ほぼ全部に病院で用意してくれてるので、持ってくものとしてはなんか自分の下着上下と退院する時の子供の洋服、自分のもだけどだけでいいですっていう感じでして、もう全部揃ってました。入院してなんか子供と過ごしたりしていくうちに、退院後に必要なものっていうのが過ごしていく中で分かってくるので、入院中に追加で購入しといたりと、無駄なものを買わないで済んでるなっていう感じです。産後はすごい辛かったので至れり尽くすりな感じで、すごい助かりました。お祝いディナーです。
おめでとうございます。今日も不思議な寝方。どうしたヤンくん、もうちょっとだよ。ゲップ頑張れ。あなたゲップする気ある？ちょっとその体勢好きなんでしょ。俺が持たないなんかすごいいい顔してるんだけど、この子。